足の持ち温泉、井の込み温泉、遠野へつり、会津下郷、会津田島方面、会津首都線、会津高原、お出口行き、まもなく発車いたします。発車いたします。どうぞお出口ください。車両のドアボタンを押してお降りください。
西岡松です。降り口は右側です。西岡松で降りの際には、乗車券付近2階改札口の発車口にお渡しください。西岡松を降りますと、この列車、愛知町線内に進んでまいります。芦ノ牧温泉、二の神温泉、遠野へすり、愛知下郷、愛知町の方面へと参ります。愛知番地、愛知山伊豆、愛知川口、さらに小出方面、只見線ご利用のお客様、お乗り換えです。一応この通りの際には、1両目のドアボタン、開けをしまして、お降りください。
停車をしております。瀬戸内列車のすれ違いとなります。瀬戸内列車のすれ違いとなります。3時12分の発車予定となっております。あと3分ほどお待ちください。ご駅としまして、すれ違いとなります。愛知岡本方面の列車、途中2分ほど遅れての発車となっております。そのままの遅れてきますと、高齢者におきましても、この先2分前後の遅れ見込まれます。あらかじめご了承のほどお願いいたします。信号監視では発車いたします。ただ2点お待ちください。次は天谷に止まります。
本線です。これにし左側です。降車際には1両目の車両、前の車両のアキレの増ボタンを押しましてお降りください。乗車券、運賃等は駅の中に会社出口にお渡しください。この列車、ドアの部分段差あります。足元には十分にご注意ください。降り口左側、足の日本線まもなく到着です。
には駅の係員がおります。日の富温泉で降りの際には先頭の車両1両目の開けるのボタンを押してお降りいただき、切符や駅係員までお渡しください。先頭の車両1両目の開けるの同ボタンを押しましてお降りいただき、では駅の係員にお渡しください。道路部分に段差があります。足元にもご注意ください。日の神温泉森口左側です。
は左側です。無人駅となっております。降りの線には1両目の1番前運転士に切符を渡した上降りください。カーブの位置のため列車とホーム内が大きく変えております。カーブのため列車とホーム内が大きな隙間がございます。足元には十分にご注意ください。塔のヘッドに到着です。
途中の会津田島駅におきまして、後ろ側は切り離しとなります。会津田島から先、中洗い、会津荒海、会津三本東条、七瀬ヶ岳登山口、終点の会津高原お出口まではお手洗いなしとなっております。大変恐れ入りますが、お手洗いご利用の際は、会津田島まででご利用くださいますよう、お願いをいたします。お手洗いを受け取りましたよう、後ろ側となりますため、会津田島からはお手洗いございません。お手洗いご利用の際はお手数ですが、会津田島までで、お済ませくださいますようにご協力お願いいたします。会津田島より先、中洗い、
会津田中会、会津三本農場、七瀬ヶ岳登山口、終点の会津高原お出口までご利用のお客様、前側車両をご利用ください。この会津田島駅にて切り離しを行います関係で、会津田島から先は車内お手洗いついておりません。戻りますが、お手洗いご利用の際は、マイスタリが到着までにご利用くださいますようお願いいたします。2両編成で運転しておりますが、後ろ側の車両、マイスタリ前に切り離しを行います。ご注意ください。まもなく、ふるさと公園、ふるさと公園です。
列車は2両編成で運転をしておりますが、二つ先、愛知辰巳駅でつまして、一度の車両、振り離しを行います。愛知辰巳駅、中洗い、愛知荒海、愛知松本東京、七瀬ヶ岳登山駅、終点の愛知高原お出口までご利用のお客様は、先頭の車両をご利用ください。なお、愛知辰巳駅から先はお手洗いついておりません。愛知辰巳から先、ただお手洗いなしとなります。ご利用を開けまして、ご利用さのほどお願いします。
乗車検診票は改札口の係員にお渡しください。降り口左側、改札口は間もなく到着です。ドア部分、段差あります。足元にも十分にご注意ください。ドア部分、段差あります。改札は少々停車いたします。16時16分、4時16分の発車です。改札は駅、後ろ側の車両を切り離しとなります。
様でした。まもなく終点の会津高原ホテル行き、終点の会津高原ホテル行きに到着いたします。降り口は左側です。その他もお年頃のお忘れ物なさいませんようご注意ください。降りの際にはドアを開き、パケルのボタンを押して降りいただき、乗車券、受付等は席係員までお渡しください。アイシストをご利用くださいましてありがとうございました。終点のアイシ高原お出口、まもなく到着いたします。